と後ろに戻ってみたから寄ってみたんだよ。何してるのかなって。見ての通り日々の業務を遂行しております。申し訳ありませんが、特に御用がないのであれば。ああごめんごめん、邪魔するつもりはないから。お仕事頑張ってね。私の心配よりもご自分のことを心配なさってください。ですがお心遣いありがとうございます。ルーフェス、いつも忙しそうだな。自分の心配って言われても今日は特に何もないし。あ、トトリ先生に飲み物買ってきてって頼まれてたんだ。酒場に行ってこよう。こんにちは。あら、珍しいところで会うわね。昼間からお姫様がこんなところに来てていいのかしら。ただのお使いですよ、エスティさん。それよりエスティさんこそお酒飲んだりしてませんよね。あら失礼ね。私はこれでもお仕事中。ルーフェス君といろいろ打ち合わせがあってね。ルーフェス？ルーフェスなら今は後ろに。私がどうかしましたか？え、ルーフェス？いつの間に。いつの間にって、もうずいぶん前から私とここで打ち合わせしてたけど。飲み物が切れてしまったので駐座していただけです。この酒場には主人がいませんからね。どういうこと？ルーフェス、ついさっき私と後ろで会ったよね。確かにお会いしましたが、ついさっきということはないのでは？そんなことないよ。だって私後ろからまっすぐここに来たんだもん。まっすぐといってもいろいろと道はあります。どこかで私が姫様を追い越してしまっただけでしょう。そうなのかな。それにしたってもうお話は済んだかしら。私もちょっと時間がないから手早く済ませたいんだけど。これは失礼いたしました。そういうことですので姫様、他にご用がなければ。うん大丈夫、アトリエに戻るね。ああそうだ、トトリ様からの頼まれ物でしたらそこに置いてありますので、どうぞお忘れないように。どうしてそのことまで。ルーフェスって